です。ミセリです。リアナです。リキです。今日は現役の JK で制服モテ対決ということで原宿に行きます。イエーイ。みんな初めてですか？ミセリ初めて。私も初めて。私も2回目です。でも本当にモテないんで。そうなの。そうなの。モテないよね。モテないよね。少ない。頑張りたいですね。1位取れそうな人。でもマリサちゃん、ここ取れそう。ここ取れそう。うちは取れない。頑張り、緊張する。頑張ります。頑張ります。頑張ります。バイバーイ。私のこの今の制服のポイントは、普通にギャルっぽく着るだけじゃなくてストリート系っぽい制服の着方をしてみました。なんか普通ギャルとかって多分みんなセーターとかこれ着ると思うんですけど、ちょっとまあ変えてみてヤンキーっぽい感じをちょっと仕上げてみました。ポイントはもうこれですよね。ごつい系のネックレスで、あとはまあ下とかはそんなにルーズで変わってないですね。ルーズはやっぱりギャルの命なんで。以上になります。ミセリは今日はモテを意識したくてピンクで揃えてきたんですけど、一応メイクもシャドウがピンクっぽくして万人受けを狙いました。一応ギャルなんでルーズソックスは忘れず履いてます。今日はスカートを短めにしてカーディガンで隠れるか隠れへんかのこのギリを狙うっていう決めました。こんな感じです。頑張ります。マリサの制服はポイントは最近流行りか分からへんけどパステルカラーの色にしました。あえてアクセサリーはつけずに優等生感も出しつつ、このレーズソックスとか履いてギャル感も出しつつ男受け狙っていきたいと思います。頑張ります。今日の制服のポイントはブレザーをとりあえず着たところ、若干清楚感を狙ったつもりなんですけど、とカーディガンは茶色よりこっちのがかぶんないし春っぽいかなみたいな感じで清楚狙いつつ季節意識してみた的な感じになっております。鈴子のローファーで身長を持ったのとちょっとでも足細く見えるようにしました。以上です。頑張ります。今現役の4人組の女子高生がいるんですけど、どの女子高生とデートしたいかっていう対決なんですね。対決です。じゃあ今から一人一人アピールしていくんですけど大丈夫ですか？先生にはゆったりお散歩がしたいね。私は一緒に音楽を聴きながらドライブしたいね。私は放課後に英語を教えてほしいです。お願いします。可愛いで一番面白いだから。あ、面白いと。あ、嬉しい。ありがとうございます。次は4人のイケイケのお兄さんたちです。じゃあ企画説明してあげて。はい。散歩しながらデートしたいです。一緒に放課後甘いもの巡りたいです。一緒に裏原をショッピング行きたいです。放課後美容家飲みたいです。お願いします。せーの。おお。いや、なんか自分ものんびりするのが好きなので楽しいかなみたいな。のんびりしたいし顔が一番可愛いって。まあそれは俺もあります。何考えるわ。うるせえよ。理由教えていただいてもいいですか？理由は自分も甘いもの好きなんで一緒に食べたいなと思います。可愛い、一番可愛い。ありがとうございます。トップです。ありがとうございます。じゃあ嬉しいです。マジで初めてやからマリ嬉しい。このままちょっと着きたい。着きたいです。頑張ります。マジで気合い入れた。2人がさ、じゃああのなんかガタイ系で LP が狙ってたお兄さんたち発射受けていただけるということで、ありがとうございます。じゃあアピールしていきましょう。今は花粉とかコロナとかあるから外じゃなくて室内とかでショッピングとか遊びに行きたいです。お兄さんたちの服装すごい好きだから一緒に買い物とか行きたい。この辺で学校終わりタピオカ好きなんでタピオカ飲みに行きたいです。動物園に行きたいです。お願いします。せーの。やったー。わー、嬉しい。なんでリアナ選んでもらいましたか？甘いもん大好きなん でタピオカ飲むって言ってたんでカフェ巡りとか行きたいなと思って選びました。いや、マジで今回まだ誰にも選ばれてなかったんで嬉しいです。そうだったんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。この子を選んでいただいた理由を教えてもらってもいいですか？見た目で決めちゃう。心臓破裂する。お兄さんは
はどうでしょう。自分も完璧にもう見た目っす。え、マジで嬉しい。ギャルっぽくないっすよね。え、それはどうしよう。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、もう何も言うことないです。もう見た目って言われちゃったらちょっともういませんってなっちゃいますね。割と30代とかにモテますよ、こういうの。裏腹行かせてください。ちょっと裏腹ならもしかしたらいるかもしれないから行きましょう。行きましょう。行かせてください。行きましょう。4組目はこのイケイケなお兄さんたちです。ありがとうございます。スニーカーがめちゃめちゃ大好きなのでメンズのスニーカーとかも履くので一緒にスニーカーとかを見に行けたらいいなと思ってます。放課後に一緒に買い物とか行きたいです。お願いします。一緒に遊園地とか遊びに行きたいです。お願いします。音楽聴きながら一緒にゆったりお散歩したいです。お願いします。選んでいただいた理由を教えていただいてもいいですか。僕もスニーカー好きなんで一緒に買い物行きますか。行きましょう。買ってくれるらしいです。私とよかったね。マジでよかったです。あの初めてです、兄さんが選んでくれた。よかった。ありがとうございます。どうして選んでくれましたか。俺もゆっくりしたいなと思って。ありがとうございます。ありがとうございます。ダメっぽいです。後半があともう一回ぐらい欲しいなと思ってます。スニーカー一緒に買いに行きたいなと思ってます。インスタで探すわ。かっこよくなかった。ずっと目見て話してくれてた。そういう人好き好き。1組目のお兄さんたちです。お願いします。お願いします。スポーツメーカーとかアクセサリーとか結構好きなんで、そういうの一緒にショッピングできたらなって思います。お願いします。ショッピング一緒に行きたいです。お願いします。一緒にタピオカ飲みに行きたいです。お願いします。放課後に一緒に FR2 行ってください。お願いしますせーの。イエーイ。行ってくれるらしい、エリト。なんで選んでくれました。これ FR2 なんで狙ってしまった。私も帽子持ってます FR2。 ありがとうございます。僕もスポーツやってるんでスポーツ用品とか興味あるんで気が合うなと思いました。ありがとうございます。普通に顔がタイプです。ありがとうございます。次のイケイケのお兄さんたちです。私は学校帰りに原宿っぽいファッションをしたことないんで教えてほしいです。夜景を見ながら白い音楽をかけて二人過ごしたいなって思います。よろしくお願いします。お兄さん方の服とかめっちゃタイプなんで一緒にお買い物とかしたいです。お願いします。ゆっくり音楽聴きながら普通にお散歩したいです。お願いします。せーの。やば、モテモテ。お前ら気合うかよ。マジですか。え、マジで嬉しい。どうして選んでくれましたか。服装のこと褒めてくれてちょっと嬉しくなっちゃった。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。散歩が好きだから。おいお前それ、俺の取りやがった。結構散歩好きで趣味が合うなと思ったので選ばせていただきました。自分も歩きながらおしゃべりするのが好きなんで選ばせていただきました。顔がドタイプです。シンプルに嬉しかった今の。ありがとうございました。ありがとうございました。オープニングの際に私たちの方をずっと見てたお兄さんたちがいてやかってるっぽいわって思ってたんですけどエンディングの終わりまた見かけてしまったので飾ってもらいたいと思います。お兄さんたちの趣味に合わせたようなデートをしたいです。一緒に渋谷とか行きたいです。お願いします。スポーツとか結構好きなんで一緒にスポーツメーカーとかを巡りたいです。お願いします。音楽聴きながら一緒にお散歩したいです。お願いします。せーの。ポイント、いや結構お散歩好きっすね。散歩好きな人多い。音楽聴きながら結構強いっすね。ありがとうございます。ありがとうございます。普通にいいなって思って嬉しい。ありがとうございます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 。原宿の制服モテ対決が終わりました。イエーイ。1位はは3位リセリちゃんです。ありがとうございます。びっくりした。モテモテすぎてさすがでございます。頭上がんないです。頭上がんないです。モテる方法教えてほしい。教えてください。2位がはい、マリサちゃんです。おめでとう。ありがとうございます。こちらは順位付けるほどでもないよね。順位付けるほどでもない2票と1票という2票と1票。次は新宿。今日は新宿でリベンジがしたいと。暗いところでもうちょっと原宿よりかは渋谷だよね。渋谷でやっちゃいたいと思う。次はアリサはどこでリベンジしたいするとしたら、一回地元でやってみたいです。三宮とか三宮とか人が多いところ2回連続2位で悔しいんで次こそ地位狙いたいです。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。よかったらグッ
トボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。またねー。バイバーイ。